Ah,面白かった。Ah, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. オンラインフランス語学校アンサンブル・フランセ講師のジョセフです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介します。今この本を読んでいたんですが、とっても面白かったので、たったの1時間で読み終わっちゃいました。ところで、私はこの本を1時間で読み終わったをフランス語では何と言うでしょうか？J'ai lu ce livre en une heure. J'ai lu ce livre en une heure. J'ai lu ce livre en une heure. J'ai lu ce livre en une heure.直訳は、私はこの本を1時間かかって読んだです。前置詞 en の後ろに時間の長さを入れると、どれくらいかかってという所要時間を言うことができますよ。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、アンサンブルのレッスンでお待ちしています。À très bientôt. Au revoir. 面白かった。次はどの本を読もうかな。